血行パックを肌の弾力がなくなる時期エラスチンを塗っていきたいと、むくみなんかも解消されて、だいぶスッキリしました、ね、噂の神奈子サーカスです。和田です。ありがとうございました。いいえ今日はね、久しぶりに石膏パックをしました、うん、代謝良くして、活性化して、リフトアップ、肌ツヤアップってことで、うん、イケメンメンでも本当ね、弾力性が、はい、こんな感じだったっけってね、なってます、うん、そうですね、うん、これからね、紫外線も多い時期となってきて、うん、いろんなこう刺激を受けて、肌がちょっとダメージ受けて、うん、どうしても荒れやすく、肌の弾力がなくなる時期でもなりますので、うん、ぜひ美容鍼灸とセットでこういうの入れていただけたらなと思うんですけど、もご覧ください。それからですね、チャンネル登録をしていただくとですね、お見逃しなくですね、配信がチェックできると思いますので、ぜひチャンネル登録お忘れなくしてみてください。行ってみよう。石膏パックをしていきます。その前に美容液とかも浸透させやすくするためにしっかりと洗顔もしていきます。今から先にクレンジング、もう何回も紹介してますね、グアゴールドファイテンさんの化粧品ですね。オイルクレンジングをしていきます。少し前にエクストラクション、毛穴のケアもしたんですよね。なので毛穴めっちゃ綺麗ですね。トロットロです季節もですね、梅雨に入っているので、ガバッと毛穴が開きやすくて、皮脂もね出やすい環境なのかなと思います。ちょっと顎が出血してますけどどうしました？大丈夫ですか？うん、大丈夫。痛い。何ですか？おひげちゃんがね、このケアするのってまあまあ肌に摩擦が起きてしまってね、大変かなと思って。クリームも何も塗らずにね、ひげの処理されるとかなりリスキーになると思うので、まあ、こういった結局この摩擦が肌を痛めつけてしまいますので、ソフトにですね、クレンジングも洗顔もしてください。で、今日はもう泡がそのまま出るタイプのを使用します。皆さん前回も見ていただけましたでしょうか、私のホイップルーム。この泡の力で汚れを吸着して落としていきますので、このふわっとした吸着するような泡が大事になります。ホットタオルで泡を取っていきますね。シュワー、泡が潰れる、このシュワワワワ、気持ちいいです。クレンジング洗顔しただけでもかなり真っ白になっております。ご自宅では泡立ては手ですか、ネットですか？あのネットです、100均の。ぜひ1000円くらい出していいネットを買っていただきたいと思います泡が洗顔、洗浄力ですかね、に結構関わってくるので、ちょっといいのを使うと本当違うんですよ。うーん、もしくはホイップルですあ、めっちゃ綺麗になりましたね。流血も一緒に取れましたちょっとここに髪があったんですけど、洗顔されるとどうですか？なんかさっぱりした感じですか？なんかめっちゃスースーしますまあさっぱりしてるってことですね、うんうん、気持ちいいですよね、うん、これから本当に日中暑くて、日中ずっとなんかベタベタギトギトになりますもんね、うん、もう本当嫌だと思う、はい、では今から美容液を浸透させてパックをしていきたいと思います。今日はですね、エラスチンを塗っていきたいと思います。エラスチンはですね、真皮層にある弾力繊維ですね。コラーゲン、エラスチンってあると思うんですけども、コラーゲンはどちらかというとしっかりしたのはコラーゲン、それを束を結びつけてるのがエラスチンで、エラスチンの方がしなやかな弾力のある繊維になります。なのでどちらかが欠けたらダメなんで、どちらもしっかりあった方がいいんですね。肌の張りを出すためにはへこんだままにならないようにコラーゲンの繊維と、あとしなやかさ、ふっくらさせるために弾力を司っているエラスチン、どちらも欠けてはいけないので、しっかりとですね入れ込んでいきたいと思います。で、この上にパックをして、あれです、ヒートショック
プロテインです今からパックをするんですけど、パックを温めるときにヒートショックプロテインという現象が起きて固まっていくんですね。なんと40度から42度ぐらいまで上がるって言われてますよね。で外から固めていくので、お肌の中にどん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 ぐん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 エラスチンを入れていきます。このパックはですね、基本、美容鍼灸とのセットになりますので、美容鍼灸でコラーゲンの生成も促してあげて、エラスチンもしっかりと補足してあげるっていうので、より効果アップ、美容鍼灸との相性抜群です。この上にカーテンを乗せておきます。ではこの上からじゃーん、お粉です。これを水と混ぜて、この前これを見せようと思って思っているこぼし、こんな感じでちょっと湯気が立っています。結構固まってきたの、なんとなくありますかね。粉々しさがなくなってきたら、こんな感じですね。乗せていきます。お口元、顎の方からいきますね。失礼します。こうやって先ほどのエラスチンがヒートショックプロテイン効果もあり、ぐんぐんと浸透していくんですけれども、温度が高くなることによって血流も良くなりますので、むくみなんかも解消されて、パックをして小顔効果になります。血行パックもすごく速効性がいいですね。取ってすぐ変化が感じていただけると思います。少しお時間を置きたいと思います。お時間経ちましたので、やっていきたいと思います。もうコチンコチンです。聞こえますか？ちょっと手が痛いぐらいカチコチですさあ、撮っていってみましょう。どう変わったかですね。固め。わー、めっちゃ潤ってますね。あったかくなった。すごいです。じゃーん、石膏パック。ちょっと引き締まりましたよね。肌の色もとっても透明感アップして、すっごい綺麗になってます。意外とお顔って冷たいんですよ。いろんな理由で血流が悪くなってしまって、お顔まで巡ってくれてないっていうのがあるので、針でしっかり体から整えて血流を良くするっていうのがあるんですけども、よりですね、こうやって外側からもしっかりアプローチして温めてあげると、より効果ってことですね。気持ち悪いとこないですか？はい、はい、だいぶすっきりしました、ね、なんか別に今日はアキレッチもしたわけでもないですし、もちろん美容鍼灸をしたわけでもないので、こうなんていうんですか、リフトアップの施術をしたわけではないんですけど、このパックによって小顔リフトアップ効果があるんですよね。でキュッと締まってるので、なんかこうお目目も開けやすくなったんじゃないかなと思います、うん、楽しみ様でした。ありがとうございました。どうですか？なんか、はい、いや、こんな感じでしたっけ自分の顔が、はい、弾力性というか。そうですね、カチカチに固めて中にしっかり栄養分も入れてるので、ふっくらと柔らかさも出しつつの弾力まで生まれたんですよね。今日は特にパックだけなので、本当にパックの効果を実感していただけたのかなと思います。結構ですね、20分ぐらい寝かせるんですよね、固めるのにですね。じわ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 あったかくなって、じわ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 温度が下がっていく、まあぬるくなっていくので、とってもリラックスできるかなと思います。本当は綺麗になるだけじゃなくてですね、ではこういったですね、美容情報、健康情報を配信していきますので、評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画で。あれですね、ん、ね、あれですよね、わかります？あれをすることによって暖かくなって、キュッと浸透しやすくなりますあれです。言わせようと思ってるんです。ヒートショックプロテインです